届く。部長。ああ、部長。じゃあまずね、ミットを持ってまいりますんで。はい、行きましょう。よし、よし、よし。じゃん。はい。じゃん。はい。はい。はい。持ったれ。右足で、蹴るかね。前に。しっかり蹴るから、それ伸びるって感じ。はい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 。マツ、おーいいね、マツ、おー、マツ、マツク、じゃあ、ゆっくりツ、回して、バーのツってこの幅を広げて、バーンと倒す、マツク、もっと、もっと右打たれます、してで、ゴー、マツク。打ってます、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 はい、打ってます、はい、打っちゃおう、打っちゃおう、逃げパー、パー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 ク、打っちゃおう、打っちゃおう、打っちゃおう、2対2、ちょっ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 じゃあ、ね、畠山さんが軽いマススパーリングをやっていただけるということなんで、ちょっとお願いしたいと思います。軽くできない人間だよ。あ、あのじゃあ強く来たら強く行きます。いつも結構疲れるからね。よし、よし、早っ、早いですね、やっぱり思った通り。やっぱりボクシングは特にこういっぱいあるんで、はい、さすがですよ。ありがとうございます。ボクサーに近いよな。本当ですか。ボクサーでもいけるよ。でも、総合選手で
ボクシングしっかり練習してる人あんまりいないですよね。いない。いやそれ総合だから、あんまり弱い選手ないんで、うん、だったらちょっとボクシングで突き抜けようかなって。だって海外の UFC の強いのみんなパンチすごい。そう、うまいんで。日本人特にあの総合選手ボクシング上手くないね、みんな。でも難しいよね。何をルールが違うからさ、そうそうそう、何をアドバイスしてか分かんないもんね。まあボクシングに関しては特別ね、うん、本当にうまいボクシング選手が組んで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コメントもいただけると嬉しいです。